ウィーバー、今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。坂口拓と稲川義孝先生と、うん、今週も質問があるので聞かせていただきたいと思います。わかりました。稲川先生に質問です、はい、坂口拓をウェーブマスターとして受け入れていますが、坂口拓ほどの先生から見てマスタークラスの人間っていうのはどのぐらいおられるのか。マスターになるっていうのは技を家で DVD 見てゼロ日の本見てこそこそこそやるんじゃなく、やっぱ表に出て自分に直接習いに来てくれる。それを今度は少しオリジナル性を入れてもらって発信できる。あとは肩甲骨だけじゃなく、たくさんの場合は正中軸も美しいんで、そういうのを含めるとやっぱりたくさんマスターかなっていうのはありますね。軍隊で教えてきた人はやっぱマスターにはなれないんですよ。下に教えることはできても、それを今度自分で消化して次の舞台に次の舞台に次の舞台に教えないといけないんで、自分だけの宝物にせずにどん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 外に発信していくこと、その分自分も努力していかないと、そういうのを見て練習する人もいるんで、そこがこう融合していったところが一番たくさんは発信してるなという感じで、 YouTube で9万人にウェーブを発信してるっていう強さとかじゃないんですよね。日本の武道の教えって人として優れてるか発信できるか、今度その発信した弟子たちがまた発信していく流れで日本の武道綺麗になってるんで、そしてお宅さんの何が一番マスターとしての気質かっていうと、次武道の剣をまた握り始めているという。リボンの時は絶対俺は逃げたくないんです、だからもうゼロレンジの方で行きましょうって言ってたのが、いやまた俺が持とうかなっていう。クレームサシをやった後に刀を握ると精神的に参っちゃってて、本当に命かけてやった時に何が残るかわからないと虚しさしかない。だけどやっぱ先生と会ってこの日本人としてこの体で生まれてきた自分たちの美学っていうのが侍に色気があるんじゃないかなと思って、もう一度握ろうかなと思ったっていうのはありますね。エロ距離戦闘術のウェーブと剣術、うんうん、技的には共通点っていうのはあるんですか。めちゃくちゃあるよ。刀はバットがあるんで、はい、時点で肩甲骨、あとは忍び技、足音を立てないで歩くとか、暗闇でも怪我しないで歩くっていう。武術の方が古いんで、深い部分に武術、剣術、体術、柔術、忍術、闇に消されてしまった技術みたいなのが残ってるんですよね。少しこうかいつまんで現代風にアレンジしたのがリボンです。それじゃあ今度は古くしてみよう、その代わり体の動きは新しいとか、誰も見たことがないとは思うんですけど古くはありましたよって言える。昔の戦国時代の連中なんてものすごかったと思うんですよ。自分のこのウェーブとかいう次元じゃなくて、それを今度は自分たちでたくさんと一緒に研究して、もともと日本にあるんで、その魂がたくさんを復活させたのかな。俺何人だろう、日本にそういう生まれてるよな。たくさんのリボンズにも言ってたんで、大変だと思うんですよ。刀でバンバンこうやるのを今度は本当に怪我させながらアクションに昇華させていくっていうのは普通の仕事ではできない。本当の技をまずやって、そこからアクションに昇華するっていう二度の作業をするってことなんだ。それだけたくさんは体感、体で感じ、この体現と自分ができるようになる。今ちょうどたくさんウェーブの体得したんで、今度はまた剣で体感って進化してカスタマイズされていく。体感して体現するのは簡単なんですけど、体得っていうのは相当大変な作業だと思います。そしたらもうマスターになってくださいっていう、世界オンリーワンのウェーブマスター坂口拓ということで、これからもアクションバラエティではあるものの本物の技術を消化して、より多くの人が親しめるように発信投稿していきたいなと思います、はい、本日はありがとうございました。このご視聴が良かったと思う人は高評価ボタンを押してください。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしく。